やあ、皆さん、2連休、いや、4連休の人もいるのかな。俺、土曜日仕事だからさ、2連休だよ。連休初日、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、別荘来てました、別荘。ね、ほら、例の別荘。ね。今日さ、先に忘れねえって言ってること、あとの、この後ろにさ、ボーナストロトラック貼り付けてて、ほら、この間説明してたさ、トラックパーキングシミュレーションとかっていうなんか、ゲーム、トレーラーの練習できるゲームのアプリ。うん。なんかよくわかんないっていう人がね、いたからさ、ちょっとその方のために、ちょっとお試しでボーナストラックでちょっとゲームの実際のやつをさ、撮ってさ、乗っけてみたからさ、うまく説明とかできないしよくわかんないけど、うん、ちょっとね、ああいうのもできたらボーナストラック的な感じで後ろに貼っ付けてみようかなって、ちょいちょいやってみるかもしれない、わかんない。とりあえずだからさ、ちょっと、うん、見たい一部の方だけボーナストラック見てください。うん、そうじゃない人も暇な人は全部見て ね、 ね。今日はさ、ギターの弦ね、12円ギターの弦張り替えようと思ったんだけど、なんかお部屋掃除してたら思いのほか時間食っちゃってめんどくさいからやめるね。だって全然ほら悪くないんだもん。ね、全然いけてるでしょ。でさ、あれもう時間もしかしてさ、見えないんだよな、これな。俺、今日、カラオケ屋さん、あ、言っちゃった。カラオケ屋さん、別荘ね。別荘、フリータイムで別荘入ったのにさ、まださ、俺、2、3曲しか歌ってない。でももうフリータイムの時間終わっちゃう。ね。何やってんだろう、ね。なんだっけ、忘れた。あ、違う、家政婦さん呼んでさ、なんか食べようと思ったんだけど、多分注文頼んでさ、来る頃に時間来ちゃうから今日は諦める。明日またもう一回来るかもしんない。あ、ダメだ、明日午後から歯医者さんが入る予定だからダメだ。だから次はまたお盆に来る。ね。でさ、何が言いたいかっていうと、ここ部屋がさ、ほらこう反響がいいのかさ、すごい弦交換しなくてもいいかなと思えるぐらいさ、綺麗なんだよね。とかもなんかね、まあ、パソコンないけどね、ちょっとスマホ新しくなったからさ、いろいろ頑張ってみたんだけど、なんかやっぱね、才能がないみたい。なんかね、時間ばっかりかかって、うん、ダメだ、こんなんでやってたらね、1年間に動画2本ぐらいしか出せなくなっちゃうよ。だからちょっとね、編集はとりあえず一回まあ置いといて、徐々にね、
こう編集は練習するとしてさ、とりあえず、うん、こういうスタイルで当分やっていきます、ね、よろしくお願いします。なんか見づらいとかね、聞きづらいとかいろいろあるかもしれないけど、うん、ちょっと頑張って改善していくんでよろしくお願いしますね。なんかすごいキラキラ、なんかこの画面見てるだけでもさ、うちほらテレビないからさ、ほら YouTube って見たいのばっか見るじゃん。こういうのってなんか見たくなくてもなんか強制的にさ、いろんな映像を見させられてさ、うん、でもほら自分の意図しないのとか出てきてさ、面白いよね、うん、何が言いたいのか分かんない強いて言うとね、やっぱこう見ててね、出てくる人がさ、若い女の人とかさ、お兄さんとかいろいろ出てくるけどさ、うん、一人も分かんないあ、一人だけいた、なんか演歌歌手おっちゃん出てきて、うん、あ、この人知ってるみたいな、それしか分かんないね。現代に取り残されたおっさんですね。俺テレビないから NHK 受信料払わないからね、知らないからね、来てもね、うん、それ以外のやつはね、大体大概買っちゃうねその話はこの間したか、ね、こんな感じで、もうだから時間だから、もうすぐこれ動画出して、うん、もうすぐ出ようかな。時間わかんないの、さっき見たときね、あ、これタブレット、あ、7時6分だ、まだ大丈夫、あと1時間あるね。どうしよう、注文ね。でもさ、お米も炊いて今あるしね、お肉も残ってるから、うん、我慢しておいしく帰って食べようね。そうしよう。そういうわけで、何が言いたいかよく分かんない動画になったけど、ギターが弾きたかっただけね。ほらカラオケ屋さんだからさ、大きい音出せるからさね、でしょ。終わりおっさんの遠吠えでしたじゃあまた会いましょう。ボーナストラックもちゃんと見てね。お疲れちゃーん。トレーラー1ミリも関係ないね。ごめんちゃい。あ、ゲームにトレーラー入ってるからさ、いいじゃん、トレーラーだよ。うん。終わり。バイバーイ。またね。仕事もらうのは気をつけて帰ってね。お疲れちゃーん。これさ、この間言ってた、トレーラーのバックの練習できるアプリね。まあ、前も後ろも両方あるんだけどさ、トラックシミュレーション、トラックパーキングシミュレーションか。なんか iPhone 用ね、なんかないみたいだね。残念だけど、わかんない。似たようなやつはさ、あるのかもしんないけどね。これ Android だったらできるから。で、1面、2面、3面、4面はさ、ほら全身だけだからさ、この内輪さを考えてこう大回りしてこうさ、やっていくのをやればさ、できるけど。確かこの5面からこのほらバックが、バックのメインになるんだけど、全部で15までやって、とりあえずじゃあ5番からやってみましょう。で、これトレーラーさ、こうほら普通にバックしてって、こう普通の車みたいに右にバックだからって右にハンドル切っちゃうとさ、こんな感じでほら反対に折れてっちゃうから、伸ばしてね、右に行きたい場合は逆にね、左にハンドルを切ると、あ、前に行っちゃった。こんな感じで右にコンテナが降りていくから。でもね、これね、またこれトレーラーの特性でまっすぐ下がっていくと、ほらもうどんどん降りていっちゃう。そうだから、それを
ハンドルで調整するで、なんて言ったらいいのかな、こうバックしてって右に降りてきたら、降りてきた方にハンドルを当てれば戻る、ほら降りてきた方に俺切れば戻る、それを利用してこのちょうどこの角に当たらないように狙って下がってって、逆に思いっきり降りたいって言えばハンドルを思いっきり切ってこうギュッとギュッとってやればほらギュイッと曲がっていくから、こんな感じで強引に折って頭を起こして、逆だ、うーんとね、あ、ぶつかした一回行くよ。で、ちょっとだけハンドル切るだけでいい、ちょっと折ってやって、あ、折りすぎかな、もうね、このまま行ったらほら、ぶつかっちゃう、もう一回前出ようね、よいしょ、折りすぎないように下がってってこの辺から折っちゃおうかな、この辺からもっと盛り上がってもいいな、ウィーンって、折って折って、でも折りすぎると頭を起こしながらこうやってね、この遠赤ぶつかんないように頭を起こしながらギュンギュンギュン、ほらいいとこ来たけどちょっとずれちゃったね。でこれさ、このまま下がっていってもいいんだけども、後ろがどんどん見えてっちゃうから諦めて一回前に出しちゃう、よいしょ、でハンドルを右に切ってこう尻を合わせて、ほら、そしたらほら、もうほとんどまっすぐバックすりゃ入っていっちゃう、ビューンってね、ちょっとね、こう調整しながら、よいしょ、こんな感じでね、ほら、で、収まるとほら、緑色になる、そう、そしたらまた前に行って、次のやつはどれ？これか、前出して、あら、あ、ぶつかっちゃったまあこんな感じね、うん、まあボーナストラックだからちょっとね最初だからうまく説明できないけど、こんな感じで一部の方のためにちょっとボーナストラックを作ります終わり。じゃあこんな感じでやってみようね。